鶏がらと香味野菜を8時間煮込んだ鶏のブイヨンブイヨンは主にフランス料理において主にスープのベースとして用いられる肉と香味野菜から取る出汁。英語圏ではブロスあるいはスープストック、イタリア語圏ではブロードと称する。フランス料理の味の基本となる出汁は大きくブイヨンと本に分かれる。主としてポタージュをはじめとするスープの基本素材となるものが V4、ソースの基本素材やシチュのベースになる出汁が本である。野菜から出る優しい旨味が、ソースの味を邪魔する心配がないので、本と比べて、野菜の味をより強く出す。牛、鶏、魚などの動物質を野菜などと共に長時間、煮込んで作るが、この全体がポトフ、汁の部分を取り出したものが V4 である。コンソメは、こうして得られた v イからさらにいく工程もの調理を、 施して作る、完成度の高いスープ料理である。日本では、簡便な固形調味料としての印象が強く、比較的短時間でひき肉と刻み野菜を弱火で、煮込むという簡略化した手法もある。だが本来 V4 を作るには、牛すね肉 4kg、牛の蛍骨 2kg、鶏1羽鶏柄6羽、分、玉ねぎ2個、人参3本、さらに香味野菜のセロリネギブケガルニといった。 大量の材料を使い、弱火で追日かけて煮込み、煮込んでいる間は監視して、しっかりと液目する必要があるなど、費用と手間が非常にかかるため、とても贅沢な出汁の取り方といえる。イタリア料理における、ブロードは、使用する材料により肉のブロード、魚介のブロード、野菜のブロードに対別される。他の料理の素材として使う他に、そのまま、スープとしても供される。 ありがとうございます。